日は呼吸にフォーカスしていきます。肺のトレーニングです。ピラティスの呼吸をマスターして肺の機能を上げ、そして体幹を使うのでお腹をフラットにしていきます。ピラティスを考え出したのはドイツのジョセフ・ピラティス。彼は子供の頃からひどい喘息を患い、病気がちな子供でした。その後ヨガをやったり体操をやったりボクシングなどをやって体を鍛えていくんですが、独自のメソッドを考え出して自分の体を治していきます。これがピラティスの原型なんですね。で、彼が言っている一つのピラティスのすごく大事な原則っていうのがあるんですが、そのうちの一つが呼吸なんです。なのでとてもとても大事。ただ皆さんやっていくうちにピラティスの呼吸ってちょっと難しいんですっていう方たくさんいらっしゃると思うんですよ。なので最初のうちはそこまで呼吸にずっとフォーカスする必要はないんですが、とても大事な要素の一つではあるので、まずは一つのエクササイズとしてやってみましょう。そして体が慣れていくとそれをピラティスの動きの中に取り入れていくことができるので、ちょっと今日の動画を見て一緒にやってみてください。ではこのエクササイズは立っていても座っていても寝ていてもどの体勢でもできます。大事なのはこの前の動画でやった姿勢のエクササイズなので、もちろんよかったらそちらをご覧ください。で、リンクに下の詳細のリンクに貼っておきます。姿勢の時に3テンポあるというか、体をまっすぐにしてほしいんですね。横から見た場合、寝そべってても立てても同じです。骨盤がこう前に傾いてたりこうなってない状態、まっすぐ立てて、なんで今日はちょっと座ってやりましょう。椅子にちょっと浅めに座ってください。背もたれは使いません。浅めに座って骨盤をまっすぐに立てて、頭がちょうど上に来るようにしてください。ではまず目をつぶって自分の呼吸をしましょう。まずピラティスの呼吸に入る前に目をつぶってご自身のいつもなさっている呼吸をしてください。いつも通りの呼吸です。空気は体のどこに入ってるでしょうか。お腹に空気が入っていってるのか、肺に入っていってるのか、もしくは鎖骨の方、上の方に入っていってるのか。浅い呼吸ですか、深い呼吸ですか。では目を開けてください。これが皆さんの呼吸ですね。ではこれからピラティスの呼吸をやっていきましょう。まずは姿勢を正します。恥骨をキュッと上に上げるように、まずお腹をキュッと軽く入れてください。これがずっと続く形になります。ではその後にここですね、肺はこの肋骨の中に入っています。肺が2つ風船だと思ってください。この風船が大きく360度広がっていくイメージで空気を吸います。吐きながら風船が元の状態に戻っていくので肋骨が戻ります。そして最後におへそをキューッと上げてください。吐きながら吸って肺が風船が広がります。肋骨が広がります。横にそして後ろに全部360度広がっていく。吐くときに肋骨が戻る。一番最後にお腹がキューッと引っ込みます。お腹が吸うときにボーンと出てしまうのは肺に呼吸を入れているのではなくて腹式呼吸です。腹式呼吸はヨガとかで使うので、これはすごく自律神経を整えたりとか、あとこうリラックスする効果があるのでこれはこれでいいのですが、ピラティスの呼吸はクッとお腹を入れたまま肺に向かって、なんでこの旧式呼吸と言われるんですか、こう広げるんですね。で吐いてですか。で例えばタバコを吸われたりしてた方っていうのはすごく呼吸が浅いので、
さっき冒頭で目をつぶって呼吸していただいた時に、この鎖骨のあたり入ってますかって、ここら辺に浅く入る呼吸っていうのは、ここ深く呼吸しようとすると多分苦しくなっちゃう、ね、ちゃんとこう横隔膜、胸とかを使って呼吸できてないっていうことで、お腹を常に膨らましたり、こういう呼吸、お腹がぐわっと膨らんだまま呼吸してるっていう人は、こう体幹がなかなか入りにくい方なんですね。なのでちょっとこれを一つのエクササイズと考えてやってみてください。じゃあもう続けていきますよ。お腹に一つ手を置いて、でもう一個一つ、はい、ここでもいいし、ここでもいいし、自分の届くところに、どちらかというとサイドが一番いいですね。サイドに一番広げていってほしいので、で、お腹を軽く引っ込めて、この右手、片方の手をお腹に持ってる手がボーンって前に出ないようにしておきます。そして一回、はい、吐き切ったら吸って、もう一個の肋骨の持ってる方の手に向かって大きく入れます。この時に肩がこうやって上がっちゃわないので肩下げてます。で吐いて肋骨が戻っていく、吸って吐いて、お腹に置いてる方の手は、お腹といっても下っ腹の方はあまり動いてません。これが、この感覚がつかめたら手を戻して続けます。大きく開いて肋骨が開く、吐いて肋骨が戻る、常に背筋を伸ばしています。ここが紐に吊るされていると思って、吸う時に上に引っ張られる、5ミリぐらい上に上がる、一番上に頭がこう天井についたとしたら、そこから離れないようにして吐きます。なんで吐く時にふーっとリラックスしてしまうんじゃなくて、肋骨が折れるから体を下ろしてしまうんじゃなくて、上に伸びながらだけど吐いて肋骨を戻していく。同時に恥骨からお腹に続くジッパーを、チャックを上げると思ってください。吸って吐いて、吐きながらチャックを上げる、吸って吐いてチャックを上げる、いいですか。このエクササイズ、これがピラティスの呼吸法になります。これは今やったように座ってもできるし、そして立ってもできるし、仰向けにのすぶった状態でもできる。ですので誰でもできる、寝たきりの人でもできる、体を大きく動かさないので、ぎっくり腰になった状態でもできます、ね、授乳中のお母さんは赤ちゃんを抱っこした状態でもできます。なので1日に1回でいいので、この時間をちょっと見つけてやってみてください。でこれね、この呼吸をするだけでお腹が引っ込むんですよ。そして肺の機能が上がるから、ぜひぜひおすすめしたいエクササイズです。